皆様、この度はお集まりいただき、誠にありがとうございます。株式会社の代表取締役ハーチャマです。今、騒動で様々な噂が飛び交っていると思いますが、これに関してお話しさせていただきたいと思います。この度は、私の頭がハーチャマで、ハーチャマちゃましてしまった事件について、ハーチャマ病になってしまった方々に、心より、お詫び申し上げます。今回の事件は、ハーチャマおよび赤いハートがデビュー当初から秘められし能力を封印していたことが原因であり、すべてハーチャマの責任です。今まで起こしてきた密入国疑惑、理解不能などが日々行われるバン RTA に関しましては、頭がハーチャマっちゃまであるので、ハーチャマ的処置をしていく見通しです。これからは頭がハーチャマっちゃまのことが世間にバレてしまった以上、開き直り、隠さず己のすべてを解放していこうと思っております。またハーチャマ病になってしまった方々の医療費に関しましては、ハーチャマチャンネルに毎秒赤スパを投げていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。改めて、世界のハーチャマこと最強アイドルになる予定のハーチャマが天才すぎて皆様に能力を見せつけてしまい、ごめんなハーチャマちゃまでございます。もはや吹っ切れたので、まともに謝る気はありません。ご視聴ありがとうございました。ちなみに彼氏募集中なので、ぜひともメンバーシップに入っていただければ濃密な体験ができます。現在オーストラリアに住んでいるので、国境を渡って足を運んでくださればいつでもアンチサービスさせていただきます。それでは失礼。